こちら株でございます。お隣さんから昨日ね、畑で採れた株いただいたんですけれども、料理の仕方がわからん。株って何にするんだっけ？漬物ぐらいしかなんか思い浮かばないんですけど、美味しい株の食べ方ご存知の方いらっしゃったらぜひ教えてください。ということで今回ですね、株の育て方のご紹介していこうと思っていたんですけれども、最近購入したね撮影関連機材についてご紹介していこうかなというふうに思います。ここ最近もですね、ちょっと細々したもの多いんですけれども、いろいろね撮影グッズ購入してきまして、その中でね自分で使ってみて、あ、これ面白いなとか、これ良かったなっていうものを今回ねご紹介していこうと思います。7アイテムありますんでね、どれか一つでも皆さん参考になったら嬉しいなと思います。それでは早速紹介していきましょう。ではまずね、一つ目ご紹介していきましょう。一つ目はティッフェンのスモーキーフィルターっていうねフィルターを購入しました。これ海外のですね B&H で購入したものだったと思うんですけれども、注文してから2ヶ月ぐらい待ってで、ようやく届いて、今ね、たまに使っているっていうものなんですが、めちゃめちゃ面白いです。日中使ってもね、こんな感じで、すごい面白い、ふわっとした、なんかスモーキーな感じになりますし、夜使ってもね、すごく面白いフィルターになっております。ティッフェンって、ブラックミストフィルターがね、すごい有名なメーカーかなっていうふうに思ってるんですけれども、このね、スモーキーフィルターも、そのブラックミストフィルターとちょっと違ったような感じでね、写真とか動画を撮れるんで、結構面白いなっていうふうに思ってます。で、レンズ径ですね、72ミリのもの購入したんですが、ちょっとねミスったなと思って、最近 GM レンズ使うことが多いので、レンズ径ね82ミリのやつ購入すればよかったなと思って、ちょっとミスったなというふうに公開しております。ちなみに価格、72ミリのもので 116.99 ドルということで結構高いですね。日本円に直したら1万7000円とかそんぐらいですかねになると思うんで、ちょっと高いんですけど、なんかいつもとね違ったこう表現したいなと思った時に結構使うと面白いかなというふうに思います。ということで一つ目はティッフェンのスモーキーフィルターですね、こちらリンク貼っておくのでね、よかったら見てみてください。では二つ目ご紹介します。二つ目はこちらです。これなんだと思いますでしょうか。これね ZV-E1 専用なんですけれども、ここのね底につけるプレートで、スモールリグの製品なんですけれども、これめちゃめちゃ良くてね、ZV-E1 結構コンパクトなんで、これ何もつけなかったら小指がねこうほらスカっちゃうんですよね。僕はあんまり手大きい方じゃないんですけど、それでもね小指のいる位置がねなかなかこう決まらなくてですね、スカスカってなっちゃってたんですが、これつけたらさもうバッチリですよ。ちょっと待ってくださいね。よっ、はい、こんな感じで小指もしっかりとホールドできるんで、まあ、かなりね握りやすくなりました。で、僕結構ですね、撮影とか行ってると地面に平気でカメラとかポンって置いちゃうんで、汚れとかあと削れとかですね、コンクリートの上とかだと削れとかすごい気になっちゃうんですが、これがあればねもう全然どこにでもポン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 置けるんで、すごくねなんか撮影がよりこう気軽になったっていう感じがします。で、もう一ついいところがですね、ここ底面がアルカスイス互換になっているので、このままねアルカスイスのプレートが付けられる三脚とかにそのままポンって据え置きすることもできたりするんで、そこもかなり便利かなというふうに思ってます。で、重さがですね 65g ぐらいなんで、 ZV-E1 のねこの軽さをまあそこまでね邪魔しないものっていうことで、まあそこもねいいところなんじゃないかなというふうに思います。でね、バッテリーのねこう付け外しとかもね、取り外しとかもできるように、ここねちゃんと考えられているんで、まあ、そこも嬉しいアイテムかなというふうに思います。これ ZV-E1 持ってる人みんなマストで購入してもいいんじゃないかなと思ってるぐらい、かなりね個人的にはヒットアイテムでした。では次にですね、購入したものじゃないんですけれども、いただいたものですね。先日レビュー動画も出したんですけど、これツアーボックスエリート、これマジでいいわ。本当にそのね、いただいたものなんで、なんか忖度してこういいわって言ってるわけじゃなくて、マジで良くて本当にずっと使っております。で、今ね、ダヴィンチリゾルブの編集するときにメインで使ってるんですけれども、ショートカットキーもレビュー動画出したときからちょっと変えていてですね、よりなんか自分的に使いやすくなった感じがして、もうこれなしではね編集できませんということで、左手にこれで右手にマウスでこんな感じでね編集しているんですけれども、本当にねパソコンのねキーボードを触る回数がめちゃめちゃ減ってたんで、すごいなんかねもうここだけでショートカットキーがかなり完結されているようにしてあるんで、めちゃめちゃ編集の速度上がりました。で、価格ねちょっと
とするんですけれども、でもね出す価値あると思うわ。これだったら4万ぐらいですかねするんですけれども、まあ時短できると思えば、1年間2年間使ってすごい時短できるんだと思えば、その分ね、あの作業効率も上がるんで、購入する価値あるんじゃないかなというふうに思います。で、一つね欠点なのは、まあ前にもお話したんですけど、レビュー動画でも言ったんですけど、これね電池なんですよね。電池、単三電池で、しかもこれもしかしたらね、このバッテリー電源をオフにしてないとすぐ切れちゃうのか、レビュー動画出してからというか使ってからですね、10日間ぐらいですかね、この僕電源オンにしたまま置きっぱなしにずっとしてたんですが、10日間ぐらいで電池切れちゃって、今ね電池2個目の電池入れてるんですけれども、ちょっといちいちねこの電源をオフにしないと、単三電池を何個も何個も変えなきゃいけなくなっちゃうっていうのはちょっとめんどくさいところかなと思います。不満点はねそれだけで最高のアイテムです。皆さんこれねぜひ使ってほしいなと思います。ちなみにねマグネットフィルムフェスティバルのね景品にも入ってます。それぐらいねほんと良かった製品です。じゃあ次4つ目いきましょう。4つ目もいただいたものなんですが、こちらね妻にいただきました、マッサージ機。いやこれさ、でもね何出してんねんって思われるかもしれませんが、これマジで良くて、編集してるとやっぱ肩こりしますよね。で結構僕ねマッサージ月1回2回ぐらい行っていたんですが、もうその度にガチガチですねと言われて、肩から首から頭からもう腰の下の方までもうほんとこんな硬いのすごいですみたいな感じなんだったんですけれども、これ結構ね効くのよ。これちょっと早すぎて見えないかもしれないんですけど、これでねブワーっとやって気持ちいいめちゃめちゃ気持ちいいです。肩こりある人はねこれ使ってみるのもねいいんじゃないかなと思います。これね電池じゃなくて USB のタイプ C で充電できるタイプなんで、まあ、すぐね充電して使えるっていうのもいいかなっていう思いますし、この先端部分ねアタッチメントでいろいろね付け替えできて、これ肩用なのかなだと思うんですが、なんかふくらはぎ用とかなんかいろんなところ用のアタッチメントがあって、それもね一緒にプレゼントしてもらったんですが、それもねすごい使いやすくてねめちゃめちゃいいなと思います。1個欠点言うと、電源オンにしてこれ動き結構激しいんで、電源オフにするのがね難しいぐらい、ここ押すのがちょっと難しいぐらいで、今慣れたんですが最初ちょっとねなんかこうボワーってなっちゃって難しかったんですけど、まあほんとねこれいいわマジで。みんなちょっと肩こりで、ま、悩んでる人はぜひぜひこれ購入してみてください。すごいねおすすめです。はい、ではね5つ目いきましょう。5つ目はねウランジの製品なんですけど、カメラ用ケージカメラレンズ三脚マウント、回転式水平垂直マウント、なんちゃらってめっちゃ長い名前で書いてるんですが、まあ、ちょっとね今使ってるんでちょっと見てみてほしいんですけど、ちょっと待ってくださいね。今横取りしてますけど、これをこのままくるっと、どうこれ縦映像にできると、ちょっとねこれすいません今こう横で見てる人めちゃめちゃ見にくいと思うんですが、縦にねできるんですよね。これすごくないですか。はい、こんな感じでもうねすぐ縦横を直すことができるんで、すごいねこれ重宝してます。で特に僕縦型動画撮ったりするんで、このウランジのこのカメラ用ケージなんちゃらなんちゃらってやつつけておくだけで、横撮りしてでそのまますぐ縦取りに切り替えられるんで、一回一回ねなんかこう付け外ししてこう調整してとかってやる手間がねかなり少なくなって、すごく使いやすくなりました。でこのねウランジの製品も底面の部分がねアルカスイス互換になっているので、そのまま三脚にカポッとね付けることもできるのですごく便利なんですけれども、ちょっとね注意点もありまして、対応しているねカメラとかレンズがあってで対応してないものとかもあったりするので、そこはね自分の持っているカメラとレンズの組み合わせとかちょっとねチェックしながら購入する必要があるかなと思ってまして、タムロンのですねこの G2 系がね僕はちょっとねハマらなくてですね、ここちょっとポコってなってるんですよね。USB Type C つなぐところがあって、このポコっとなってるところがウランジのその、輪っかのところに引っかかっちゃってね、これこの G2 系は僕はねつけられませんでした。ただね同じタムロンでもこの、ね、G2 系じゃないこの USB-C のコネクタ部分がついてないレンズだとそのままカポってはめることができるんで、まあ、それはいいかなと思うんですけれども、使えるレンズとかね多分カメラ本体も対応してないものとかもあったりするんで、その辺はねちょっとチェックして購入するといいんじゃないかなと思います。このアイテムマジで便利すぎてちょっとびっくりしました。では次6つ目いきましょう。6つ目はですね東京グラファーさんの
レンズポーチですね、2つ購入したんですが、1つはこれマグネットフィルムフェスティバルの景品用にしようと思って、1つは、僕のものにしようと思ってるんで、お揃いですね。確かね、色違いで購入したんで、どっちこれな、色わかんないんだよな、どっちにしようかな、自分のやつ。じゃあこっち開けてみるか。こっちはマグフェスの景品用にします。じゃあこっち開けてみますが、これさ、もうホームページで見た時かっこいいと思って一目惚れして購入したんですが、このさ、袋もかっこいいんですよ。ちょっとマットブラックみたいなやつに、さらに黒で、このロゴ、もうちょっと見えにくいと思うんですが、これ見えるかな？かっこいいんだな、この袋も。はい。東京グラファーさんは、フィルターとかもね、結構販売していてですね、僕も2枚ほど持っているんですけれども、今回ね、このフィルターケース購入するの初めてなんですけど、あーめちゃめちゃいいぞこれ、ほらかっこいい。そんなね、何枚も入れられない、1枚かな、1枚2枚入るぐらいなんですけど、すごいおしゃれでいいですね。うわーいいなこれ。ここなんかカラビナとかくっつけて、リュックの横とかにもね、つけられそうなんで、これすごくかっこよくておすすめです。黒ですね、多分こっちはなんかなんだ、カーキとかなんかそんな色だと思うんですが、僕は黒です。これ当たった人は僕とお揃いになります、うん。で、このね、フィルターケースも確かね、サイズ2種類展開だったかな、あって、僕はね、大きい方購入しました。あ、なんか、ここベルトに通せるような穴もありますね。いや、これいいな、本当に。すごいかっこいいです。やっぱり、なんかこういったね、カメラ系のアイテムってデザインめちゃめちゃ大事だなと思いますよね。やっぱ持ってて、こう、テンション上がるものの方がやっぱいいかなっていうふうに思いますので、東京グラファーさんのフィルターもね、めちゃめちゃ外観かっこよくて、これはですね OPF550L っていうものなんですが、ここのね縁のところのデザインめちゃめちゃかっこいいんですよね。いやー、東京グラファーさんマジで好きだなと思っております。ということで6つ目は東京グラファーさんのこれ、フィルターポーチですねをご紹介しました。ではいよいよ最後7つ目いきましょう。7つ目はもうこれですよ、1635の F2.8GM2 です。はい、31万しましたが、買って悔いなし、めちゃめちゃいいレンズです。まずね、軽いですし、手ブレ補正めっちゃ効くんで、まあ一回ね、ちょっとファーストインプレッションでお話したんですけど、ZV-E1 との組み合わせでも最強になるんで、これマジでいいなと思います。今後ね、絶対ですね、ダイナミックアクティブ手ブレ補正の機能が、α7S4 とか FX3-2 とかに入ってくると思うので、その時にね、このレンズと組み合わせすると、もう手持ちで撮影していてもジンバル使ったかのようなヌルヌル撮影ができるようになるので、まあ、本当に今持っておいてもマジで損ないんじゃないかなと思いますね。ちょっと詳しいレビューね上げたいんですが、なかなかなんかね、北海道天気グズグズしてて今日めっちゃいいんですけど、ね、なかなかちょっと作例撮りに行くタイミング合わなくて、まだねレビュー動画作れてないんですが、近々レビュー動画出したいなと思いますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。この動画はロイヤリティフリー BGM 効果音のオーディオストックの提供でお送りしました。ということで今回ですね、最近使ってよかったアイテム7つご紹介させていただきました。今回紹介したもの全部ね、僕気に入ってるアイテムですので、なんかね一つでも参考になったら嬉しいなと思います。全部概要欄にリンク貼っておくので、よかったら見てみてください。せっかくだからちょっとフィルターポーチにフィルター入れてみるか。うん、めちゃめちゃいい感じですね。ということで、ね、今回の動画以上になります。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。グレープスという S ログ3用のラットパックできました。どのラット使ってもね、めちゃめちゃいい感じの色出るラットパックですので、よかったらね、概要欄からリンク見てみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ではまた、したっけ。S ログ3で撮影した素材に使える全12種類のラットパックができました。手軽におしゃれでかっこいい色味が作れるラットパックです。ぜひ一度使ってみてください。